世界的にも誤解してる人が多いんだけど、日本のチームじゃないからね、元に。俺はスパルタニックを知るきっかけはインターネットだよね。スイスでブレイキンとかやってんだ。ラブラブ。ラブラブだね。3、2、1。TKO Dance Channel。はい、こんにちは。スタジオフェイス宮田拓也です。アシスタントの桜井理央奈です。このチャンネルではダンスに関するさまざまな知識を解説したり実践したりしていきます。皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。宮田さんといえばスパルタニックロッカーズですけれども、はいはい、スパルタニックロッカーズのちょっと結成というかチームのできた経緯をちょっとお聞きしたいですね。まあ、スパルタニックロッカーズはもう結構世界的にも誤解してる人が多いんだけど、日本のチームじゃないからね、もともとスイスのチームだから。今ちょっと来てるけど1986年にできてんだよね。1986年、おー、だから今年35周年。おー、そうだからこれも一緒だよね。83年にフラッシュダンスが流れて、世界中流れて、みんなそこを世界中で始めるわけ。はあはあ、でまあそのぐらいからだんだん仲間が集まってきてみたいな感じだよね。86年に、まあ、デフアイスっていう人が、まあ、スイスのベルンっていう首都の町で作るんだけど、まあ、当然俺はそんなこと知らないんだけど、俺はスパルタニックを知るきっかけはインターネットだよね。インターネットそうが普及し始めたのが、まあだからあれが97年だから、そうね、ちょうど97年ぐらいにインターネットっていうものがこう日本にも入り始めてきた。でその時だから自分がコンピューターのソフトの開発の会社にいたから、割と予想より早かったんだよね、そのインターネット環境が整備されるのは。で昼休みとかにホームページってどんなもんやみたいな感じでいろいろ見てて、あ、これ検索とかでいいんだって。ブレイキンとか検索してたらスパルタニックロッカーズホームページが出てきたわけ。何これと思って見てたらスイスのチーム、スイスでブレイキンとかやってんだ。全然知らなかったから、メールアドレスが載ってたからね、僕が開けるけど、スイスでもブレイキンやってんのみたいな、俺は日本でやってんだけどさみたいな感じで送って、それが知り合いのきっかけだよね。だそれやってたのがレミって、そのウェブサイト作ってたやつが、まあ、彼がインテリだからできたんだよね、あれね。あ、化け学の大学、大学院まで行ったよね、確かに。当時大学院だったかな、もう。頭いいんだよね、今 Google で働いてるもんね。あ、素晴らしいですね。だからそのヒップホップのサイトでは一番古いんだよね、スパルタニックロッカーズの。あ、誰もやってなかったから、そんな知識がないから。レミーが頭良かったから、そのホームページがあって、だから俺も知り合ったっていうか、メール出して、でなんか結構話が合うっていうかさ、結構毎日、ほぼ毎日メール交換みたいな。ラブラブ、ラブラブだね。興味がもうなんか全然知らないから、スイスのこととかもどんな感じみたいな、いろんな話、だからダンスの話だけじゃなくてね、スイスのこととか聞いたりとかして、ですごい仲良くなって、ただレミーがなんか97年の夏にさ、ロックセディクルーっていうのアメリカのそのフラッシュダンスを踊ってたチームがアニバーサリーパーティー夏にやってて、それに行くから来ないみたいな、ニューヨークで会おうよって言って、でまあ結構しつこく誘ってくれたから、95年にロックセディのアニバーサリーパーティー行って行ったのよ。ああ、だもういいかなって思うんだけど、すごく誘ってくれたから、ちょっと行ってみようかなって。で、そこで、あのスパルタニックの他のモンティっていう、すごいでかい巨漢のメンバーと、レミーと、あとスイスの他の、スイスだけじゃないね、まあ、かなりヨーロッパのたくさんビーボー来てて、そこで彼らに会って、それで、まあ、仲良くなった後に、帰国した後に、レミーが日本でもスパルタニックやらないみたいな、言ってきて、それで入るんだよね。だから日本からその97年にロックステディクルーのパーティーに行ったのは宮田さんだけど、97年はそう、あのフェイスで佐久間さんの弟子みたいになってた、はい、K 君のところに行くけど、全然あのブレーキとかやってないんだけど、はいはい、そいつに行くかって聞いたら行くって言うから、そいつが全然ブレーキ関係ないんだけど行くって言うから、 K 君と2人で、でその時友達がね、高校の同級生がニューヨークに単身赴任行ってたから、はい、そいつの家に泊めてもらって、はい、K 君と2人で学生でアニバーサリーとかいろいろ回って、で帰ってきてスパルタニックのいわゆる日本支部
ていう。いや最初そう日本にも作んないって言われたから、いや日本に作ってもあんまり、なんかスパルタニック・ロッカーズはスイスのチームだから、うん、あんまり日本支部っていうのもどうかなと思って、元を大事にした方がいいと思ったから、日本作るんじゃなくてスパルタニックに入るっていうならいいけど、日本に新しく作るっていうんだったら別にいいわ、じゃあ一緒にやるっていうことで、はい、入るって言われて、まあ言うてもでも俺一人しかいないからね。そうですよね、一人スパルタニック、一人スパルタニックそう、遠距離恋愛みたいな感じ。そうだね、うん、ずっとだから一人でね、あ練習したね。でもなんかまた今度レミーがさ、はい、スイスでイベントあるからちょっと一緒に出ない、バトル出ないとかってさ、うん、マジか出てえなみたいな。俺はやっぱその日本のなんかスタイルっていうのを、当時さまだ日本のブレイキンって世界で全く認められてないっていうか知らんでもいなかったから、はいはい、うん、逆に日本のブレイキンやってんのみたいな感じだったから、俺は日本人ならではのスタイルをやっぱりビッグジャンプしたいなと思って、じゃあちょっと日本人メンバーをなんか増やしていこうと思って、で、まあ、当時ね仲良かったっていうか、まあちょっと後輩のつゆしっていうのを最初に誘ったわけ。その前にね、なんかレミーと俺で、その当時ドイツでやってたバトルオブザイヤーっていうその、はい、インターナショナルのバトルのイベントがあって、それに出たいねみたいになって、うん、おいいじゃん出ようよみたいになって、いや出ようよと言ってもなと思って練習もできない。そうそう、練習もできないしね、そこでやっぱ日本人のスタイルをリプレゼントするならやっぱ日本人メンバーがいないと、俺一人でスイス人とやってもやっぱちょっとやりたいことができないから日本人のメンバーを入れようと思ったんです、はい、で誰がいいかなって考えて、まあ、ちょうど俺の7つ下かな、ツヨシっていう後輩がいたから、まあ、ツヨシはもうすごい当時もバリバリやってて、ツヨシを一番最初に誘って、うちの近所の屋台のおでん屋に呼び出してツヨシさちょっと話があんないのってそう、ちょっとバトルオブザイヤーっていう大会なんだけど、そこに行ってさちょっと優勝しようぜみたいな少しこの人何言ってんだろうなと思って、渋いっすねバカじゃねえのって多分最初思ったと思うんだけどまだ当時誰も出たりしてなかった、ールートもなかったんですよね、出れるルートあったわけじゃなくて勝手に出たいなと思って、じゃあ出て優勝すっかと思って、すごいっす。で次に佐久間さん、はい、佐久間さん当時もフェイスやってたからフェイスでもレッスンしてたし、もっと前から俺大学生の頃からしてたから、まあ、すごい先輩だよね。俺やっぱ剛と佐久間さんと多分ちょうど真ん中ぐらいなんだよね。あ佐久間さんもやっぱ7つ8つ上で、剛は7つ出した。このなんかバランスがいいな、年代的な、うん、新しい人、中間の俺、もう先輩の佐久間さん、したら日本人のなんかこうスタイルが網羅して出せるかなっていう、だし、まあ、よく知ってる人たちだったから、まあ、それに行こうって話になって、まあ、3人で、まあ、ちょっとルーティーンとか、まあ、ダンス作って、でスイスに行ってレミたちと合流してスイスのコンテストに出るんだよね。皆さんご視聴ありがとうございました。関連情報や続きの動画については下のコメント欄にリンクが貼ってあります。皆様ぜひチェックしてください。またダンスに関する質問も受け付けております。お気軽にお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。します。